私たちをどう見てるんだろうかという問題があって、まあ、言葉のしゃべれる人たちに何人か聞いてみると大体同じだって言ってるんだよね。 僕たち大体同じだよねって。わからないから幸せ、まあ、という部分もあるけど、そういう人たちを見た時に局面として僕たちはどうなんだろうって鏡のように見ちゃうわけだよね、やっぱりね、うん、それもずるいんだけど。ノーマルっていうのはすごい大きな課題なんだよね。だってもうノーマルないんじゃないか。そしたらノーマルもない。誰が正しいんだろう。